浜学園生です、クラスの変動は気にされていましたか？最大教室に行って、まあ、ちっちゃなクラスだったんで結局一切変動しなかったんですよ。だからクラス、まあ、変動してたら多分気にしてたと思います。次の落ちたらね、クラス上上がるのには何点いるかなみたいなことは計算して次頑張ろうみたいなことはしてたと思います。やっぱクラスは落ちるとなんか結構ね、とか思ったりするんで、クラスの変動はこうマイナスで受け取るんじゃなくて、あ、なんか落ちちゃったら、あ、落ちちゃった、何点で落ちたんだか、何点取ったら次に行けるんだっけみたいなことをね、考え方のベースにしたらいいと思いますね。はい。